記事の鈴木です。本日は千秋さんと一緒に、新作のウールの T シャツが出来上がったのでそちらを、ご紹介してい、いきたいと思います。本日は千秋さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけれども今回は、インスタグラムでちょっと事前に5月下旬頃にアンケートを取らせていただいたんですけれどもその時にどういった色の T シャツがあったら嬉しいかっていうちょっとご質問させていただいてその時に皆様からたくさんのコメントをいただいたんですけれども、はい、その中で上位 4つの4色、はい、こちらのお色が選ばれたものが出来上がったので、順番にご紹介していきたいと思います。はい、まず今僕が着ているこちらですね。こちらネイビーのお色になります。まあ、すごく合わせやすいお色なんですけれども、まあ、こちらのお色それから私着てるでしょ、はい、こちらですね、はい、ちょっとからし色のような生地ではすごい珍しいお色になっております、はい、それからこちらですねちょっとオフホワイトのような感じの真っ白ではないんですけれどもちょっとベージュがかったようなお色の T シャツになっております。で4色目最後なんですけれども今回意外と黒色ご希望されている方がすごい多くて、はい、なかなか黒い色の商品って作ってきてないんですけれども、ね、はい、まあ、スミクロとかそういった色合いのものはよく作ってはいたんですけれども今回珍しく真っ黒のウールの T シャツお作りしたのでこちらもご紹介していきたいと思います。まずちょっとこちらのウールの T シャツなんですけれども、はい、ウールっていうとどうしても暑いかなっていうイメージが皆さんもあると思うんですけれども、まあ、実はこの天然の繊維なので、まあ、自然の抗菌性とか防臭性あと通気性っていったところの機能がすごく詰まっている素材になるので、まあ、これからの時期すごく快適にさらっと着ていただけると思います。何か千秋さんウールの T シャツについて豆知識とかあります？そうですね、皆さんもう T シャツっていうともうほぼ 100% 綿ですよね、はい、最近機能素材っていうので綿以外の T シャツがいっぱい出てきてると思うんですけども実は機能からいくとウールの T シャツが一番機能があるんですよね。まあ実際に、皆さんご存知かどうか分かりませんけども、宇宙飛行士、はい、もうこれ半年ぐらい宇宙にいるんですけども彼ら着てるのは綿の T シャツじゃなくてウールの T シャツなんですよね。これは要するに洗濯できないんですよね。ただ洗濯できないけども消臭とか防臭とかそういう機能がものすごいウールにあるんです。綿ですと匂いがついてしまうんですけどもウールは匂いをつけない、なおかつこう発散してくれるっていうので地球の中でもエベレストとか登山する人たちはほぼ 100% ウールの下着なんですよ。これはもう彼らもやっぱり脱ぐことができないんで雪山の中 でそういう中でいろんなこう汗とかまあ体臭じゃないんですけど匂いとかを、これを吸収して発散してくれるものすごい、まあ、いろんな化学繊維の T シャツよりも数段エコで機能的な素材というのは実はウールの T シャツなんですよ。これちょっと意外なお話だと思いますね。まあ、そういう意味で綿の T シャツは一般的ですけどウールの T シャツというのはこれから生地はちょっと押していきたいんで非常にエコな素材でなおかつ、まあ、機能満載なんで、まあ、そういう着こなしをちょっとこれからご紹介していきたいなと思います。はい、では早速千秋さんにコーディネートの提案をしていただきたいと思います。はい、まあ、半袖のこう T シャツなんでこれ今1枚でも十分この気候の中ではいいと思うんですけども、まあ、これから本当に秋に向かっていくので、こういう私今着てるのは、生地の、この秋冬のアウターのシャツなんですけども、こういう、まあ、きちっとボタン閉めなくてもアウターのシャツの中にこう着ていただくとで色がこうコントラストがつくのが非常にいいと思いますので、まあ、一番はまずこういうアウターのシャツの中に着るっていうのが一つのポイントだと思いますね。すごくやっぱり色が綺麗に見えるので、そうですね、僕も好きな色合わせだと思います。なかなかこういうからし色っていうのはね、ないんで、非常にこうアクセントになるんでいいと思いますね。はい。じゃあ続いてはですね、ちょっと今僕がこちらネイビー着てるんですけれども、
まあ、僕ちょっとネイビーに合わせるシャツだとちょっとこういったブルー色の今シーズンの綺麗な色味のシャツがあるんですけれども、まあ、ちょっと千秋さんと同じような感じなんですけれども、うん、T シャツの上にこういった感じでいいですね、シャツを着てもいいかなと思います。で、まあいつも第一ボタンだけ開けて着ること多いんですけど、まあ2つぐらい開けて首元からもう少しあの下のネイビーが見えても綺麗かなと思います。そうですね、あの従来の感覚でいくとインナーが綿でアウターがウールっていう感覚ですけども、そうですね、これをなんか僕は覆すみたいに、中にウールで外に綿っていうのは非常に新しい組み合わせかなと思いますね。まあ、これからの季節、ちょうど今ぐらいの時期だと、まあ、1枚で着てもいいんですけど、まあ、こういったシャツをこれから秋になるにつれてだんだん冷えてくると思うので、こう羽織って着ていただいたり、まあ、あとはジャケットとかそういったもので合わせても素敵だと思うんですけど、今シーズンの新作がこのようなポケットが4つついたジャケットなんですけれども、こちらブラウンなので、はい、ちょっと千秋さん一度 T シャツの上に着ていただいてもよろしいですか。こういう感じですね。もうなんか色、秋ですね。黄色ですね。あ、いいですね。こういう、本当に秋を感じるこう色合い。まあ、この素材も、これはナイロンでしたか。そうですね。あの、さらっとしてて、風を防ぐし、まあ、秋の立ち上がりにはちょうど一番いいかなと思いますね。いい組み合わせですね、これね。はい、すごく綺麗な、あのコーデ。これはまず、一式私、買わせていただきます。まあ、その他こちら2色あるんですけれども、まあ、こういったお色だと、まあ、どういったパンツとかアウターでもすごく合わせやすい定番的な色味だと思うので、そうですね、はい、まあ、ちょっと今時期から秋、はい、冬と、まあ、冬になれば本当にインナーあったかいインナーとして活躍するので、まあ、そういった着方もできるので、まあ、一年中そうですね、本当にもう一年中着れるタイプの T シャツですね、はい、アウターにもいいし、インナーでも使いますし、ちょっと今回生地はこちらのウール T シャツおすすめさせていただきます、はい、本日も動画ご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました、次回また新しい商品など、ね、紹介していきたいと思いますので、はい、ぜひご覧ください。ありがとうございます。